イエナ橋は、フランス、パリのセーヌ川に架か,かる、石像アーチ橋である。七区側エッフェル島の足元にあり、セーヌ川を挟んだ対岸十六区には、トロカデロ庭園及びシャイヨグがある。シャイヨグトロカデロ庭園から見る、バルソビ広場、イエナ橋、エッフェル島陸軍士官学校に面する橋の建設を、決めたのはナポレオンで命令は1807年、ワルシャーから発せられた。 橋の名前はもともと、シャンド・マルス橋、または、士官学校橋になるはずだったが1806年の、イエナ・アウエルシュタットの戦いの勝利から取られた、イエナ橋になった。最初の橋は1808年から1814年に、架けられた。その後1937年のパリ、万国博覧会に合わせて、幅が19メートルから35メートルに拡大された。 28メートルスパンのアーチが5つで、全長155メートルの橋を構成している。アーチの間の4本の橋脚と短板は、フランソワ・フレデリック・ルモがデザインし、ジャン・フランソワ・ムーレが製作した皇帝の和紙の紋章で、装飾が施されている。1853年には、橋の四方に4体の彫刻が据えられた。アルマ橋、ドゥビリ橋、イエナ橋、ビラケム橋、 ルエル教ありがとうございます。